はい、水口です。今日の取説は、現在開発中、テスト中の、新しいウェアの話をしたいなと。これはもう本当にすごいいいものができたんでご紹介したくて、取説の、まあ、新作版みたいな感じですね。このパーカーでございます。パッと見、まあ、普通のパーカーじゃないかっていうふうに思われそうですけど、もう本当にソフトで暖かい、もう着心地が最高なんですね。で、素肌で着てももう本当に気持ちよくて、生地がね、こうウォーム系の新しい、まあ、最新の生地なんですけど、まあ、中にね、こうやってね、起毛されてるようなデザインなんだけど、まあ、今までの起毛の生地っていうのが、まあ、ちょっと厚かったりとかベトっとしたりとか汗かいてね、そういったこう傾向があったんだけど、これがもうそういうことがなくて、さらっとして暖かい、さらに柔らかくて、こう生地もこう伸縮性があってすごい着やすいという素材ですね。で、外は、まあ、このカラーは外側はこうヘザーグレーっていうのかな、木グレーみたいな色ですけど、中がこういう生地ですね。で、まあ、究極のパーカーを作ろうというあの企画で、進めていたものですけど、まあ、アルタミラって、うちの製品でも定番でね、もう10年経ったあのモデルですけど、基本的には熱帯地方、温帯地方で涼しく、日光を遮って、汗をかいても吸水して拡散、まあ、蒸発して快適だっていうウェアなんですけど、その冬バージョンっていうのもアルタミラっていうのが、一昨年ぐらいから作り始めて、まあ、これがまたその一つになるんじゃないかなという究極のパーカーですね。で、バックプリントはこんな感じ。着てみるとこのもう着た感じのね、風合いが普通のパーカーと違うんですよね。本当に上質の素材を使ったっていうのが着てる状態で分かるんじゃないかな。まあ、ここ最近東京も寒いんでね、このパーカーが本当にこれから生きてくるんじゃないかなっていうふうに、本当によく分かるんじゃないかな。本当にね、風合いがすごくいい。分かるかな。究極のパーカーでございます。で、まあ、ちょっと販売価格はちょっと高めになると思うんだけど、まあ、その価値はすごいあるんじゃないかなっていう究極パーカーでございます。で、こちらまだね、名前は決まってませんけど、まあ、究極パーカーっていうそのネーミングからこうモデル名考えていきたいなと思っているんで、もしよかったら気にかけておいてください。今年の冬に発売予定でございます。こんなですね。ここにボタンがついてて、カメラと風合いがとってもいい。こう着ててね、なんか気持ちいいんですよね。やっぱりいい生地ってやっぱりちゃいますね。普通のコットンではなくて、コットンではないこれまた最新のね、あの素材になってますので、楽しみにしておいてください。今日は究極のパーカーのご紹介でした。ありがとうございます。それではまた。